ラーシュ・ミカエル・オーカーフェルトは、スウェーデンのミュージシャン。プログレッシブデスメタルバンド、オーペスのリーダーで、ボーカリスト、ギタリスト、ソングライター。デスメタルバンド、ブラッドバスの元ボーカリストで、ソースカジェニア、スチールのメンバーでもあった。スティーブン・ウィルソンとは、ストーム・コロージョンでコラボレートしている。プログレッシブロックから影響を受けた、ソングライティングで知られ、クリーンのバリトンから、 クロールまで歌い分ける。大のレコードコレクターとしても知られている。来日時には輸入レコード店や中古レコード店で自身の好むアーティストのレコード盤を買いあさる姿を目撃するファンも多い。レコード盤のクリーニング等の管理方法についても非常に詳しい。逆に MP3 等のデジタル音源をレコード盤と比べると音が無機質として嫌っている。 オールリード・スミスのギターをメインに使用している。以前は入門機種である SE シリーズからミカエル・オーカーフェルトモデルが発売されており、ステージでも多用していた、オーベスドイツ公演にて、ありがとうございます。